皆さんこんにちはただめに2024年受験対策税理士ボキロに関するガイダンス講義を開始いたします、えー、担当はレックの富田でございますどうぞよろしくお願いいたします はい、えー、今日はねあの24年の税理士簿記、えー、論に関するガイダンス講義ということでねまあ,あお時間1時間弱頂戴いたしましてまあ今ですね、えー、税理士券のご学習ご検討頂い,いている方々にまあ特にね多くの方々一番最初に簿記論という科目をご選択いただく方々が多いのでまあ私の方でレックでは簿記論会計科目の収録講義を担当させて頂い,いているというところがございますからまあそのね、えー 科目の特性であったり私どもの講座の特性であったりまあそういったところをですね、えー、少しまあ,あ皆さん方にご案内をさせていただいてまあその上でね実際に、えー、講義にご参加いただくかどうかあご検討いただければと。 いいいううう機会ということととここでで本日ガイダンスということでお話をしま,すまあ今日は別にあの勉強ではないので、えー、ノートを取っていただくとかあそういう類いの話でも当然ないですし、えー、ああこういうものっていうのが大体つかめればね、えー、それでいいと思いますんで、まあ、少しリラックスして、えー、お話をね聞いていただければと思うんですけども、えー、今日のガイダンスに関しては、まあ、基本的にこれです。えー、こちらですね私どもの方で作成しております24年度向けクラスのパンフレット。 になりま,すまあこれに沿った形でね、えー、少しお話の方をさせていただこうかなと思うんですがまあこのパンフレット自体は私どものホームページの方からあデジタルパンフということで、えー、ご確認いただくこともできますしでデジタルパンフは嫌だなっていう方はご要望があればあお手続きをお取りいただければ紙ベースのものをお送りすることもできますんでまあ内容は同じですけどもね、えー、ちょっとこちらに沿った形でまあ簿記論という科目のね 特性などについても少しお話をさせていただきつつ、まあ、あとはせっかくね私講師の立場でお話をさせていただくというところでございますからあんまり営業的なうちのね相談スタッフがするようなお話ではなくて講師の立場からの情報というのも少し織り交ぜながらお話ができればなというふうに思っておりますでね、えー、まあ本当にまあ募金という科目 ね、当然のことながら学習をご検討いただいている方々ですからあこのガイダンスの方にご参加いただいているというところになると思うんだけどもまあ最初にも触れましたけどね、えー、おそらくガイダンスをご覧いただく方々の圧倒的多数8割9割の方々はあこれから税理士の勉強をやろうという方の方の方が多いのかなというふうに思うんですよね。で、えー、1割2割はねすでに税理士の学習を始めておられるとか。 であとはねあの始めておられるどころかもう4つ持ってますと簿記論が最後ですと、まあ、こういう方も一定数おいでになると思いますねまあ嫌な言葉ですけどね、えー、ここ10年ぐらいはずっと簿記論残しっていうね、えー、受講生さんも現に多いのは事実なんですよー私のクラスでね、えー、勉強してくださった方一昨年から去年までか とと去年もそうだしその前2年ぐらい空いたけどまあその前にもいらっしゃいましたねあの一定の割合で簿記論残しの方っていらっしゃるんでね簿記、まあ、論残しってそのあとりですよ。簿、え、記、ー、論だけがやっぱり合格成果が出すことができなくて他の科目に振り返ってね、えー、先に4つ揃えちゃって最後の1個が簿記論とおこういう方も実際一定数いらっしゃる。 ね、まあちょっとやっぱり簿記論とかああいう科目っていうのはちょっと独特だったりはするんでね、えー、そういう意味でそういう形になっちゃう方もまあ一部いらっしゃいますけどもただ圧倒的多数の方々はねおそらくこれから税理士験の勉強を始めていって、ねえー、その1科目目としていわゆる会計科目と呼ばれる簿記論と財務諸評論2つ科目がございますけどもまあこっからやっぱりねとっつきやすいので一番最初は勉強してみようと。 いいうふうにお考えの方々が多いと思うんですよね、まあ、やはり日照簿記ねここら辺の勉強を始めていただいてそのつながりでですね、えー、税理士の方をご検討いただいているという方々も相当数おいでになるとは思うのでねまあ、そうなるとやっぱり日照簿記検定との関連性という意味では、まあ、当然のことながら具体個別の税法の話よりは、まあ、いわゆるこの会計科目ね 簿記、えー、論財務諸評論という科目の方の方がやっぱり親和性は強いですからあ従って、まあ、現にですね毎年毎年の税理試験科目ごとに受験ねしていく形になりますけども受験者の数で言ったらもう圧倒的に多いのは簿記論と財評ですからもうこれは軍の移転でね、えー、従ってまあ多くの方々があほとんど一番最初にねこの簿記論財務諸評論を選択されると。 いいうことだとだ思いますんでまあその前提でね要点要旨少しお話をしていこうと思うんですよ。でまあまずちょっと細かい税理士試験の制度についてね。 あんまり細かいことばっかり言ってもしょうがないとは思うんで、まあ皆さん方もね、えー、興味お持ちの分野ですから、当然試験制度についてはご自分なりに、えー、覚えていただいているというか、まあ調べていただいているところだとは思うんですよ。で、調べていただいているところだとは思うんですけど、まあおさらいがてら、ざっくりと概要だけお話をしておくとですね、えー、パンフレット、ね、パンフレットで言うと、どこだっけな、34だから、これか、ね、 えー、パンフレットの34ページに、えー、税理試験の試験験のの制度ままとめたものは載せてありますですからままあまあすでにお調べいただいている方々は問題ないんですけども念のため再確認はねしといていただきたいというところがある。で、えー、この20、えー、失礼34ページ側がまずね試験制度大きな特徴、まあ、魅力的な試験制度という形してあるんですけどね。 これねやっぱり社会人さんが圧倒的に税理士験の受験生さんっていうのは多いんですね。で社会,さん社会人さんが多いのが、まあ、一つ大きな要因となるのがやっぱりこの科目合格制度だと思うんですよ税理士験っていうのはねえー、まあ皆さん今お聞きいただいてるね募金論のガイダンスでございますから募金論という科目をはじめいわゆるですかあーいくつかの試験科目っていうのは設定されてます。 まあ下にね載ってるんだけどもまあこれ簿記論から始まって一番最後固定資産税法までこれ全部各科目なのね。でこれ全ての試験科目ねここに載ってる科目を全部合格なんかする必要なくてね基本的にはこの中から5つ5科目の合格を勝ち取っていただくと税理士となる資格を有するものになれますんで。 まあその後ね、えー、まあその前でもいいんですけども一定の実務経験等を積んでいただくと初めて税理士登録ってのは可能になりますよと、まあ、こういう制度ですですから、まあ、税理士権これある意味デメリットにももしかしたらなるのかもしれないけどあの試験に受かっただけでは税理士登録できませんのでね前後を通じて2年以上の実務経験が基本的に必要ですからあそれがないとね、えー、税理士登録ができません仮に試験受かっててもね だからまあ僕らの時代では言葉汚いけどねデッチ暴行なんて言われましたけどねまあ,あ大体まあ税理試験5科目揃う前から事務所に勤務するって方多いですけどね税理事務所なんかに勤務をしながらまあ実地でね仕事を覚えつつ試験を受けてってで5科目揃ってまあいわゆる事務所の先生からお許しをいただいた段階であの犯行をもらって登録申請書を出すというような形になる。でそのね5科目というのを一括の試験で。 1>, 1回の試験で全部受ける必要は全くなくて毎年1科目ずつ徐々に徐々に合格を積み上げていくことができますよとこれがですね科目合格制度の大きな特徴なんですねで1回合格してしまえば基本的にそれはもう消えませんね生涯合格は合格ですだから人生かけてまあ人生かけてやってもしょうがないですけどねえ極端な話ですけど人生かけて5科目揃えば税理士となる資格を有するものにはなれるとだいつまでも有効だよという話 で、その5科目を選んでいただくときに、これ制約があってね、まず必須科目っていうのがありますね。これは必ず合格してくれと。ね。もう絶対受かってなきゃダメだと。ね。で、5科目の中のまず2科目は絶対受からなきゃいけない科目で、これがいわゆる会計科目といわれる簿記論と財務省評論。この2つはもう絶対受かんなきゃいけない。で、この2つをまず受かって、それ以外はあとは税法。個別の税法で、皆さん方が興味のある分野、 あーこれを勉強やってやっていただいてここに合格を勝ち取ってっていただければいいとただし税法に関しても全く制約がないわけではなくてまず選択必須ってのがあってね法人税法と所得税法まあこれはね圧倒的にボリュームが高いですもう税理士の試験科目の中でダントツ学習量が多いのは法人税法ちょっと少なくなるのが所得税法ですけどただもうこの2つはね何したってぐん抜いてます で何にしたって群の抜いてて非常に量多いで非常に量が多いですけどもこの2つのうちのどちらか1個は必ず受かんなきゃダメであのガッツのある方はどっちも受けてそれぞれ合格するだ法人税法も所得税法もどっちも取るあこれ全然できますねまあ僕らの時代からそうだけど本当になんかあの勉強が好きみたいなめちゃめちゃ優秀な人ってあえてこの重たいとこだね法人税法と所得税法それぞれ一個合格していくと。 いいいうことを選ぶ方もいらっししゃいますし今でもいます,、ね、いますけどもまあでもねあんまりそこにこだわる必要も正直ないかなっていう気がするんでまあ特に社会人さんはねあの法人税やって所得税やってってのはちょっと学習負担も重いんで時間かかりますからだったらね、えー、これは人それぞれ考え方なんで僕はどうでもいいとは思うんだけども僕は個人的にはあの早く税理士の資格取っちゃった方がいいと思うんであの家庭なんかあんまり意味ないんでねあのなっちゃって。 そこから初めて税理士として仕事してて、えー、経験積んでって現場でねお客さんに求められるようなサービスの提供ができる人間になっていかなきゃいけないからなる過程のところでこだわったって僕はしょうがないと思うんですよ。ねこれは人の考え方ですよ。で仕事始めればどうせ使うんだからやりましょうってのも一つ。昔から言われる。ね仕事やったらどうせね知識がなきゃ困るんだからだったら試験勉強でやっとこう。まあ、これも一つです。ただ逆にに言うと別にね 試験ででで合格ししてててなっったって仕事を通じて勉強はすするんですでしょ、ね、だって、例えば法人税法は勉強して合格したけど、所得税法勉強しませんでした。こんなこと言ったって、仕事入れば所得税の話は勉強するに決まってんだから、なきゃ困るんで。でそれは別に現場を通じてやらいい話なんで。ねえー、僕はそれでもいいと思いますよ。でえー、逆に言うとあの、試験で合格したからって仕事ができるかはできませんのでね。 <laughs> あのこんなこと言ったらあれですけど受かってないよりはいいですけど受かったところでそれで実務回ると思ったら大間違いですからあ実務っていうのはやっぱりね当然本法法人税法とか所得税法とかね本法の話があった上で実際現場で仕事を動かしてるのってやっぱりね通達なんですよ。で通達の話に即してやっぱり勉強していく、まあ、仕事っていうのは進めていかないといけないけどその通達の部分だって試験には多少出ますけども。 やっぱりその学習書のウェイトと仕事やる上でのウェイトが通達に対しては全然違うんでまあそういう意味から言えば別の法人税法を受かったから法人税の実務ができるかできるわけないよね。で消費税が受かったからじゃあ消費税の実務ができますかできません。どうせそれは仕事を通じてやるんです。だったら試験のところでこだわっててしょうがないでしょう。だ僕なんかはあのとっとと受かっちゃった方がいいと思います。<laughs> ね、だからあまあどっちでもいいんですけどねえ。 えー、法人税税所得税そろそろやるのも1つですそうじゃなくてどっちか、ね、自分が興味がある方をやってあとはまあ軽めの税法を2つかませるというような形で勉強していく、まあ、これがね、えー、税理試験、まあ、自分で科目の選択ができるのと毎年1科目ずつ合格を積み重ねることができるだから仕事しながら勉強する方にはある意味向いてるというのは大きな特徴です。でそののの中でも、まあ、今日の、ね、ガイダンスのテーマ 私が担当する会計科目、まあ、特に今日は簿記論のお話をさせていただくんだけどもまあ簿記論はね、えー、一つ大きな制度変更が入っててまあこれ皆さん方もねご承知の方がいらっしゃると思うんだけども35ページにちょっと書いたんですがこれ令和5年度の税理試験だ皆さんにしてみれば去年の話になるんだよね皆さんは令和6年度の税理試験今受験をご検討になってるんでねで、ね、この令和5年度 まあ年ですよね、今皆さん方このガイダンスご参加いただいている方は2024年の受験対策という前提になりますが2023年からね特にまあその影響を受けているのが私が担当している募金論代表会計科目の話なんですけどこの会計科目に関しては受験資格が撤廃されてます。ですから誰でも受けられます。誰でも受けられる っていうのも、一応ですね、税理試験は受験資格がありますから、まあ、端的な話ですけど、あのー、文系の方、まあ、文系だったら全部 OK ってわけでもないんですが基本的に多くの方々は、まあ、やっぱり大学で短大あと専門学校とかですねでここで法学とかいわゆる社会科学系の科目を1単位以上習得してる。 これが基本的に受験資格だからあ端的な話だけどまあ徐々に徐々にこれ緩和入ってますけども経済学部とかあ小学部とか法学部とかあそういったあ学部をご出身の方々であれば、まあ、大卒の方であればまあ何の問題もない。でさらに言えばで短大なんかでもそれに類するものが単位として入ってれば問題ないし専門学校でも今大丈夫ですね。 で基本的にはそこら辺が受験資格だったんですが令和5年度からは会計科目に関してのみですけど受験資格が撤廃されてます。であのここの部分はちょっとよくよくご検討いただかなきゃいけないんでね中にはあのこの受験資格が撤廃されたっていうことでじゃあ税理士やってみようという風にねえー、興味を持っていただいた方々もいらっしゃると思います。でいらっしゃると思うんですけどもあの基本的に 会計科目は受験資格が撤廃されてますから税法に関する受験資格ってまままだ残ってますかりますちょっとこれがまあ半端な形なんだけど会計科目だけは受験資格撤廃してるんですがじゃあ例えばね初年度受験資格カーマンになったから自分は受験資格がないけど、ね、じゃあ税理試験勉強してみようということで簿記論財表を合格していただいた。で簿記論財表を合格していただいても少なくとも現時点ですよ。 これ将来的には変わる可能性多分にあると思うんですけども現時点の話で言えば募金論財票を仮にね受験資格ない方が受けて合格したとしてもそれ自体が受験資格にならないんですよ。わかります言ってること。すなわち募金論財票終わった後当然皆さん税法やんなきゃいけない税理士になるためにはね税法やんなきゃいけないんだけども税法は受験資格が残ってます。ということは税法を受けるためには 募金ちゃってますからちょっとこれ制度として本当にどうかなと思うんですけど生きちゃってますからここに載っているどれかを満たさないためだからねちょっとこれも今微妙なんだけど例えば日商募金検定の一級受かってる人ね昔はもうこれ王道だったんですよ。どうしたって大学出てても、まあ、分かりやすい話で言えば理系ですね。理系の学部を出ておられる方々って多くの場合受験資格になりませんので。 じゃあ税理士に受けらんないじゃんっつった時どうするんだっつったら昔は日照募金1級取ったんですよ。で日照募金の1級か全権上級ってやつ募金検定の資格を取ればそれが受験資格になったんで,で1級とか上級取ってる方々は今現在でもえこの試験制度でもそのまんま1級なんかを前提にすれば受験資格証明としてすれば税法を受けられます。で税法を受けられますが残念ながら今現在で言ったら募金の票表受かってもそれ受験資格にならないです税法の。え だから皆さんの中でね、まあ、まずは例えばそうだなあ履歴書なんかにやっぱり書きたい、えー、一つの経歴として書きたいということで、まあ、とりあえず簿記論座を合格してればいいやっていう前提の方だったらいいんですけども当然あの税理士になるためには税法の科目も受けなきゃいけないでしょで税法の科目も受けなきゃいけないんであのその時にですよね、えー、一級や上級のお資格は持ってないと。 で、えー、学識に基づく受験資格もないとでも記論座表を受けると、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんですが記論座表は受けていただいて合格することはできますけどもあの他の学識やあ資格等による受験資格がない場合は税法は今現在の制度上は受けられませんので。 あのそこはですねご検討いただくときにはちょっとご考慮いただいた方がいいですちょっと今本当にいびつな形になっちゃっててあのー、まあこれ本当にゆくゆくはもう変わると思うんですけどねおそらくただ分かんないですこれは私があの無責任にそんなこと言えないんで将来変わりますよなんて言えないですから だってこれ法律の話ですから当然国会で通してもらわなきゃどうにもならないんでで従ってあのそこの部分はですねちょっとあの勘違いなさないようにしてくださいあの一部やっぱりお問い合わせなんかで勘違いされている方がいらっしゃいますんで税理試験全部の受験資格が撤廃されたわけではありません、えー、これは会計科目の受験資格が撤廃されただけですから あ会計科目に合格してもそれ自体が税法を受けるための受験資格になるわけではないので税法を受けるためにはあ別の受験資格を整えていただくということは必要です今現在はねで今現在は必要ですからあその点はねお間違いのないように。 でここはちょっと分かりづらい話でもあるんで、あのー、よく分からないなというところがあればご遠慮なさらずにね私どもの本校にお越しいただいてスタッフにご相談いただくなりまたはあお電話あないしメール等でも結構ですからあ本部の方に、えー、お問い合わせをいただいてですね状況の再度の確認、えー、測っていただいた方がいいと思いますちょっとこれはあのー、やっぱり分かりづらい今正直言って少しそこ混乱されてる方も多いしね混同されてしまってる方も多いので 会計科目はは受験資格はないですだ誰でも受けられます誰でも受けられますが税法を受けるのにはあ残念ながらまだ受験資格は残っておりますからあその点はちょっとご留意をいただいてね、えー、勉強を始めるかどうかの判断の一つの材料にお使いくださいと。で今日はまあその試験制度のところも少し売れたんですけど募記、えー、論のガイダンスということでございますんでまあ基本的にこれね 簿記、えー、論を単独で勉強をやっていただいて来年の試験簿記論の合格を目指そうと、まあ、こういう講座についてのご案内をさせていただくというところになるんですがまずあの根本的にう私どものパンフレットで言ったらあ2ページ3ページになるんですけどちょっとこれ画面に移しますねよいしょ私どもレックのい,、えー、いわゆる会計科目簿記論財務諸評論の講座設定について大きな作りで言うとですねこうなるよって話しておきます。 まず論論と科科目目財務所論で科目があるでこの2つの試験を合格していただくにあたってですね大きな作りでいうと科目講座っていうのは2種類あって一つが母材横断コースです、まあ、これ私が担当している講座なんですが母材横断っていうのはその名の通り1年間の勉強で簿記論財表を同時に合格していただこうとこのコンセプトで行ってるのが母材横断のコースです。 まあこれはですね、えー、今他校さんなんかでも類似の講座なんかをね展開されてるところ多くなってきましたがあこれはですね私どもが元祖ですいわゆる資格予備校でねえ簿、ー、記論代表の同時合格を目指した講座の開発をさせていただいたのは私どもレックが元祖もうなんだかんだ言って20年弱ぐらいになります、ね、もうそれぐらいこれやってますんでノウハウなんかも蓄積してるね 1> で1年間の学習で効率よく簿記論財票表を共に合格しようねっていうのは防災横断なんですがこれはですねあのー、それまでの資格予備校の講座ってねあくまでも簿記論は簿記論財務省らは財務省論それぞれ別の講座になってたから1年間で簿記論財票を受かろうと思った時には簿記論の講座と財務省の講座それぞれ受けなきゃいけなかったんですよ。 で、それぞれ受けなきゃいけなかったんですけど、簿記論と財務修論って学習内容が結構ダブルところも多いのよ。いわゆる計算領域って言って、まあ、要は日照簿記のね、検定なんか受けていただいたことは分かると思うんだけど、募金に関する仕分けとか集計あるでしょ。あれはね、簿記論という科目を受けるためにも、財務修論と科目を受けるためにどっちでも使うんです。どっちでも使うんです。どっちでも使うってことは単純な話。例えば、あ通学のクラスなんかを前提にするとね、 募金論が、まあ、仮にですようちはやってないですけど伝統的な通学クラスを前提にした時にじゃあ募金論を受けるための講座毎週月目が、ね、授業ですと。で財務省論を受けるための講座今度はこっちが毎週課金が授業ですとなった時によ月曜日の夜に募金的例えば現金の話を勉強した。ただ次火曜日の夜に 財務省論の講座行くとそこでもまた現金の話をやったりするんですよ。で昔っってこういういのが多かかたんです、まあ、とにかく不効率だったら同じ現金の話を勉強するんだから現金全般に関する会計上の手続き概念をまず抑えてしまってその上で簿記論での聞かれ方財務省論での聞かれ方それぞれの対応の仕方を合わせてそこでセットでやってしまえば2科目分。 つまり募論を受けるためと材表を受けるための内容が一コマで関係するはずですからあそういったことを実現するというコンセプトで効率よく勉強していただいて1年で2科目合格を受かっていただきましょうというコンセプトで作ったのはボザイオダなんですだこれはですねかなり効率的に勉強できるようにはカリキュラムが設定されてますから社会人さんでも1年で2科目合格できるように組んであります。ただしただだししし重複部分を極力排除しながら 効率よよく勉強すするとは言ったったてですよ最終的に皆さん方2科目受けるわけですから学習量としては簿記論単発で勉強するないしは財務諸評論単独1科目だけ勉強することに比べれば勉強量多いですよ。ね、それぞれぞの 昔からあるクラスだとボキロンはボキロン財務セラーは財務セラーそれぞれやんなきゃいけなかったから2科目分の勉強が必要だったものを1.5科目分とか1.6科目分ぐらいで効率よく勉強できるようにしましょうねってのは母財横断なんでそれは効率性運動の問題ではありません。えー したがって1.5科目分とか1.6科目分ぐらいの勉強で2科目同時合格を目指すのが母材横断なんで、まあ、そうするとね単独で簿記論だけとか単独で財表だけ勉強するよりは量は増えます日々の学習量も当然増えます当たり前ですそれはだから極力効率的に勉強できるようにはしてありますけども簿記論単独とか財表単独で勉強するよりはちょっと学習量が多いねっ。 前提ですそうなると、まあ、特に社会人さんの方々っていうのはあのお仕事をお忙しい方々多いので、まあ、例えば年度末とか月末とかねえー、しょっちゅうしょっちゅう残業がバンバン入ってきますみたいな方々多いと思うんですよ。ね。そういう方々って現に私の受講生さんもいっぱいいらっしゃいますんでねでさっきの話じゃないけど会計事務所なんかに勤務されてる方々にしてみればあ12月明けてね 年明け1月ぐらいからいわゆる確定申告期バーッと入りますんで1月から3月までっていうのはもう会計事務所にとってみりゃ言ってみりゃお祭りみたいな時期ですからまあ大変ねそうなるとやっぱり仕事が忙しくなりますんでねなかなか勉強に時間を割くのが厳しくなっちゃうでそうなってくるとまあ1.5分分科目分ぐらいとは言ったって2科目の試験合格を目指して勉強するのはきっちゃっと厳しいから。 だったら確実に1科目ずつの合格を狙っていった方がですねでしたがって、えー、確実に1科目ずつ合格を積み上げていこうという方々向けに設定されてんのがこの「パーフェクト」という講座で今日のガイダンスのメインはこれです。ね、でこれがね1年間の学習を通じて「ボキロ」の勉強に特化するのが「パーフェクト」のボキロ。ね。 1> で1年間じっくり勉強することで財評の合格に特化して勉強しようこれが財務諸論のパーフェクトになりますでこれはもう基本的には簿記論パーフェクトを取ったらば簿記論を1年間かけて勉強するで財評パーフェクトだったら財評1年間かけて勉強するで確実に1科目ずつ合格を積み上げていこうというコンセプトになるのはこっちですから比較的お仕事がお忙しいとか なかなか復習の時間取りにくいよっていう方は、まあ、どちらかというと母材横断よりは結局こっちの方の方が効率性は高かったりはしますでこれがまず基本的な講座設定だから基本的に私どもレックの講座っていうのは横断というのがまあ一番需要が多いんで受講生さんも実際これが一番多いですで横断講座をメインとしながらも単発で単独でそれぞれの科目を合格するためにやっていくパーフェクトっていうのがもう一個あるとまあ基本この2本なんですね でそれ以外にもう一個下に書いてあるのはまあ一部の方しか関わらないと思うんですけどこれ受験経験経者向けのの上級っていうのもあります。ねまあ、やはり税理試験というのは難関試験ですからあ当然のことながら、ね、皆さん方一生懸命ね、えー、1年間での合格を目指して勉強していただくわけだけども、まあ、基本的に税理試験っていうのは今でもね各科目1つの目安ですけど上位10%が合格する競争試験なんですよ。 まあここ10年ぐらいはね簿記論という科目と財務省論という科目合格率10%割ってるようなことないですほぼ10%超えたりするで特に財務省評論なんかは合格率が非常に高いのでここ10年ぐらいずっと20%近くいってますで去年がね、えー、去年でまあ皆さんにとっての去年だとあれかあ2022年2022年の試験があのー、久方ぶりにちょっとっていうか初めてに近いぐらいで逆転現象が起きて簿記論が20%ちょっと受かりました 全体で、ね、でででね財務論ががぐらいまで下がったんですよでそうするといや財務省論が難しくなった14%まで下がったえらい話だってちょっと騒ぎにもなったんですけどただ、まあ、それまでが財務省論ってずっと20%以上受かってたりしてたんで14%ずっと低く見えるんですけどそれでも税法の科目あごめんなさい税理試験の科目としては高いんですよ。基本的に税法なんかもひっくるめると税理試験ってのは各科目上位10%が合格する相対評価の試験です。 あの合格の目安は一応60点って言われるんだけど基本的にはねこれは相対評価です上位10%が受かる試験だという前提でやっぱり勉強はした方のが無難いや実際に募金論財務諸世論特に財務省論なんかここ10年ぐらいでずっと20%近くいってますから上位10%じゃないんじゃないですかたまにご質問ご質問いただくんですけどいや結果としてそこまでいってるだけの話でね、えー、これはあくまでも上位10%が受かる 相対評価の試験だなっていう前提で準備はした方のがいいんです。わかりますでね、一つの合格ラインが100点満点の60点って話をしたんだけど、まあおそらくですよ、まだ、あ、公表されてないから分かんないですけど、税理士の会計科目については、そういう意味では絶対評価とは言い切れないところもあない、相対評価とは言い切れないところもあるんですよ。100点満点の60点を超えた人を落とすことはしてない。ね。 で落とすことはしてないんでだから20%とかって合格率が出るんだと思うんですよ。ただね僕が担当するそして今日のガイダンスのテーマである「簿記論」。簿記論ってねあの基本的に普通の人がい1年間かけて勉強してね本試験の問題解くでしょ。で試験時間2時間なんですよ。で試験時間2時間で100点満点の試験なんだけど普通に問題解いてもなかなか60点なかいきません。なかなかいきません。 いかないえじゃあ合格率でゼロになっちゃうじゃんじゃあどうすんの下駄ゲタせるんですこれ。配点調整するんです、す配点調整をすることによってじゃあここ合ってたらプラス5点一律調整するんですよ。それによって60点超えた人たちで合格者を作るんです。大体いいそんな感じ。ねまあ、中にはね ずぬけて優秀な方々っていっぱいいらっしゃいますから非常に難しい問題であるにもかかわらず100点満点のうちの75とか80とか取る人いますただそんなの日本全国で言ったら1%もいませんいません絶対いませんえすごく難しい問題ですよすごく難しい問題なのに70点80点取るなんてら日本全国で言ったら1%もいないでそれは分かるんです僕なんでっつったら私もそうだしよその学校さんもそうだけど全国公開もしやってますんで毎年 でそれなりの数の方々受験していただいてますでそうすると公開模試の状況を見るわかるんですよすごいなこの人たちうちの当連特にそうなんですけどうちの公開模試ってあの難しいというご好評いただいておりますんであのうちの当連非常に難しいんですあの僕ら基本的に点数を取らせようと全く思ってないんで、えー、ここで点数を取り床にしていただこうとか全く考えてないんであのとにかく難しいものとにかく最悪のもの お確実に点数を拾えるべきところ拾うべきところを拾えない人たちは点数になりませんってそういうトレ答弁作りますからうちそれがうちの売りなんであのー、まあ予想さんは他校さんではやっぱり点数の取りどこを作るっていうのも実際やってるなっていうのは問題見てて思う時あるんでしょうそれはそれでいいんですよ基本の論点だからで基礎論点の確認をすることでちゃんと勉強した人たちであればちゃんとある程度点数を取れるところを作ってるなそれも一つなんです一つだけどうちはそういうのは取らない もう数限りあるですからあ特に本試験直前期の登練はあ点数を簡単に取れるようなところは極力作らないというスタンスで問題作らせていただいてますまあここら辺はまたこのいずれねお話ししてきますけどそういう前提で僕ら登練作ってるからうちの登練難しいです。<laughs> ね、<laughs> あのー、幸いなことにしてだから他校さんでね勉強されてる方々も公開模試だけを受けに来てくださったりしてます。 えー、まあどこさんとは言いませんが難しい問題が受けたければレックの当を受けてこいとおいうふうに他校で受け言われましたっつって来てくださってる方もいらっしゃいますんでしたがってうちの模試っいうのはまあ難しいんですがその難しい問題でもやっぱりね全国の答案見た時に80点とか取る人いるんですよず抜けちゃってるすごいなこの人って思うでじゃあ一般的な最多得点域ってどんぐらいって言うとね実はね このガイダンス取ってる、えー、4週間前か3週間前か2023年度向けの公開模試やってきました。ね、でやったばっかなんですけど最多得点域はねい40点台です。ああごめんなさい30点台です。わかります ?100 点満点のうちの30点台が最多得点域なの。募集論とそんなもんなの。でそんなもんだからあのー、例えばね今僕がやった上位10%。 税を10が合格するんだよって話だでしでょ、ね、じゃあ、簿記論で全国公開模試の状況を見てたときに60点超えてる人が10%いるんですかいないんですで。本試験でも大体そんななんです。じゃあどうするの加点調整するんですよで。加点調整することによっておおむね10%ぐらいの合格者が出るように調整してます。でそれが簿記論です、ねで。そういう科目の特性がある。でそういう特性があるのが、まあ、税理試験だったりするんですが、あ私ども、 の税理士の講座っていうのは、まあ、そういった難しい問題をしっかり対応していただくように単独で各科目の勉強をしていただくパーフェクトっていうのと効率よく2科目同時合格を目指す横断というのと2つあると。で上級コースというのはあくまでも受験経験者ねっ、まあ、こっから今いろんな話にちょっと伸びちゃったけど受験経験者コースっていうのもありますから過去に簿記論材料の学習経験ある方々はこれも一つの選択肢になります。ただし 今回ちょっと明確にねパンフレットにも打たせてもらったんだけどあんまり上級の話はね今日の授業ではないような気がするんですがこんな感じか上級ってあんまり講座の回数もないんですよで講座の回数もあんまり多くなかったりするからまあ講義は8回当連4回とかって話になったりもするんですねでするんだけどあごめんなさいこっちのはいいや4ページ4ページがパンフレットにですね講座選択の一つのフローチャート作ってみたんですが まあちょっと少ないかもしれないけど上級をご検討の方もいらっしゃると思うんで少し話しますけどねあのね上級を受けるためには前提が必要であくまでもこれは受験経験者ですからあ受験経験者であり数ですよ直近受けた試験の結果が、まあ、各予備校うちも含めてですね本試験終われば配点予想を出しますからこれ45点から59点で不合格だっただそこそこいい得点状況で不合格だった。 いう方は状況に入っていただいて結構です。結構です。なんつったら偉そうですけど、あの状況でもやってくると思います。ただ、あのそうじゃない方々ね。実際簿記論って、あの二十点台でやっぱ不合格になっちゃう人とかざらにいますからね。で、さっきも言ったけど、公開模試なんか最多得点期四十点台三十点台とかですから。そうなってくると、その最多得点期の方々は状況は向かないです。 なぜならば基礎論点で点数いっぱい落としてるからで基礎論点で点で数いっぱい落としてるってことは結局その基礎論点に関する対応の仕方が固まりきってないんですね。で固まりきってないときに上級なんか言ってもしょうがないです。<え>だって基礎論点が固まってないんだからまた次の試験でも基礎論点で点数を落とします。で上級というのはあくまでも基礎論点が固まってる方々を前提にせっかくですか、えー、翌年もね試験をまあやっぱり試験対策を取るわけですから。 だったら一般の方々がやらないようなハイレベルなものをちょっとプラスアルファ載せましょうよっていうのは上級クラス私どもの上級クラスのコンセプトなんです。ということは上級クラスの講座というのはあくまでも基礎論点はもう固まってる前提で話を進めてしまうので講義中に基礎論点の話しません。ということは基礎論点の話が固まってない方は上級をやっても土台がないですから。土台がないってことは上っ面の知識で終わってしまうので本試験になった時に対応取れないです。 その問題の解き方知ってるだけであって知識ができてるわけじゃないから応用が効かないんですよ。ってことは結局全く同じ問題が出りはある程度取れるかもしれないけどそれだけの問題形成されるわけじゃないのでしたがってある程度の土台がない方が受験経験があるからってだけで状況を選択するとこれはね通算して考えれば長い目で見れば間違いななく不利益になりますその年も下手すると浮かんなくなる。だからこれよそのの学校さんのね 同じようなクラスでも基本的に同じだと思いますよあ受験経験あるから受験経験者クラスっていうそういうイージーな話じゃないです受験経験が仮にあっても初年度の学習経緯の中でね十分な復習がしきれてないだから基礎論点で失点が多いそういう方はあえてもう1回基礎基礎講座っていうのかな初学者向けの講座に入った方の,の結果学習効率上がりますんでねそういうことなんですよ だからちょっと上級なんかをご考えの方々っていうのはそこら辺は一つね選択肢に挙げていただくといいんじゃないかなね判断の指針として用いていただくといいんじゃないかなというふうに思いますじゃあそのパンフ戻りまして2ページ戻りますけどねこのパーフェクト講座の特徴はって言ったらあくまでもこれは1年間通じて1つの科目の合格に特化して勉強しますで1つの科目の合格に特化して勉強しますからもう募金を受かるために必須の 基礎的部分に中心を置きながら徹底的に可能性のある分野を潰していきますんでまあこれぞザ・ボロンみたいなところをですね1年間かけて皆さん方にやっていってもらうでそのパーフェクト講座の設定なんですがちょっとパンフレット進みますけどねえー、パーフェクト講座の講,学講義設定ってこうなりますまず前提として講義自体はちょっと光っちゃってねこれ通信系の授業しかありません 通信っていうのは基本的にあのパソコンを通じてウェブで授業を受けていただくという類のものです。ですから、まあ、ちょっと大変申し訳ないんですけどこれはね通学のクラスね、えー、毎回毎回決まった日に学校に来ていただいて教室で授業を受けていただくという通学のクラスの設定はしてないんです。でしてない理由っていうのは極めて簡単であの通学のクラスを設定するということは固定費かかるんですよ。教室の維持費運営スタッフの人件費 講師、ね、を派遣するための、まあ、当然人件費いろんな固定費が乗りますからその分学費が上がるんですねで上がってしまうんだけども、まあ、今なんか特にねやっぱり学費の部分は極力効率的に勉強を進めるためにも下げたいっていう方々多いで下げたいっていう方々が多いので、まあ、その需要にお応えするという意味からしても学費を引き下げるためにパーフェクト講座に関しては通学クラスの設定をしてませんこれ全部ウェブでやっていただきますで Web ですからまあ皆さん方ご自宅等でですね えー、パソコンなんかを使っていただいてご聴講いただくという形になります。でこのパーフェクト講座についてはまず基礎講義最初に受けるのは基礎講義です。全52回これね2時間半の授業が全52回です。で全52回講義インプットをやっていただくんですがまあそれとは別にね実力確認テストってなってますけど要はこれが月齢試験です。 で月齢試験なんですが、大体8回から9回授業を受けていただくと1回月齢試験が入る感じ。間々いだね、それまでの学習進捗状況を確認するための実力確認テストっていうのもやっていっていただくという形です。で、まずここがいわゆる基礎期です。で、まずここがいわゆる基礎期になりまして、それが終わると今度直前期。で、直前期っていうのは後でもう一回ご案内しますけど、大体これがゴールデンウィーク明けから。ね、ゴールデンウィーク明けからです。で、こっからは、 直前期のの授業というの切りり替わりますいい基礎期が終わって大体ゴールデンウィーク明けから直前期になるんですけどこの直前期からはパーフェクトクラスの直前期とか母材横断の直前期とか上級クラスの直前期ってのはありません直前期からは全てのコースの方々が合同して受けますだから皆さんまあ仮にパーフェクトをお申し込みいただいたとすると別のクラスでね 母材のーーのククララススとか上級のクラスが動いてますでこの直前期からは全てのコースの方々が一緒にまとまりますんで母規論の直前期として講義を受けていきますでそうするとまずは直前講義そして直前当練、まあ、これがメインですけどね講義討練講義討練という形で交互でこれをやっていきますまず6回で公開模試が1回入ってこれが大山の予想ですで最後に、えー、本試験予想討練っていうのがまあ3回あります母材に関しては。 3回ありますでここでまとめの登壇やってもらって最後本試験を受けるとまずは <laughs> 皆さん方パーフェクトご検討いただいている方々はね基礎期の授業っていうのを2時間半の授業52回受けながら間々に実力確認テストを入れてってもらうという形になるんで、まあ、まずはここをしっかりこなしていただきつつ極力直前期のクラスに 理想的な日程で入れるように学習プランニングを立てていただくというのは大事です。と、ね、いうのもね今ちょっと申し上げたんですけどあの直前期からは「簿記論のパーフェクトの方々だけじゃなくて母材横断の方々も全部セットで一緒にやるんだよ」と、まあ、いうお話をさせていただいてるでしょ。でこの「パーフェクト」の方々っていうのはどうしてもウェブ系の授業になりますからえ皆さん方がご自分で パソコン等を通じてウェブでアクセスしていただいて調校していただくというシステムなわけですよ。ってことはこれご自分でねあの受講管理をやっぱりちゃんとやっていただく必要がある。で受講管理をちゃんとやっていただく必要があるんですけどじゃあどういうペースでどういうふうに勉強すればいいのかやっぱ悩むと思うんだよね。で悩むと思うんだけどあのこれね、えー、同じくデジタルパンフの方には入ってない,いんですけどもホームページの方を探していただければ出てくるんですがちょっとこれも画面にしますね。 これね水道橋の校舎水道橋の校舎だけなんですがただ一本皆さんとは違いますけど母材横断と呼ばれるクラスの通学クラスがあります、ね、母材横断だけは一本通学クラスやってるんですでこの通学クラスの学習日程講義日程あるじゃないですかでこれホームページ等で探していただくことができますんでちょっとこんなの参考にしながら 学習計画を立案していただいてで特にここですこれ直前期なんです通学クラスの直前期2024年だ皆さん方がご受験考えてる来年は5月の7日から直前期の講義が始まりますまさにゴールデンウィーク明けですでここから直前期の講義が始まるんでいいですか皆さんい皆さん方いウェブ系の方々も基本 直前期の授業に関してはこれに合わせて勉強だからあ基礎期の学習基礎期の学習がちゃんと直前期に間に合うように調候なんかができるようにプランニングを立てましょう。 だいたい週に2コマぐらいずつやってやっていただくと9月ぐらいから勉強を始めていただければね、えー、あまり負担もなく、えー、このゴールデンウィーク明けの直前期のクラスに入ることはできますで厳格に言えば今僕が映したこの「水道橋」のコースの日程っていうのは母材横断のクラスなんで母材横断の方のがねパーフェクトよりちょっと細数さ多いんですよ。授業の回数が多いの。で母材横断に関しては基礎期の授業がもう60回ありますから。 でまあ、1コマ3時間ですね3時間60回で月齢試験が8回、まあ、それ以外に、えー、演習講座ってのが4回つきますからあ授業月齢試験も含めた授業の回数って、えー、母オー横断になると72回になるんですねで72回になる基礎期の授業が月齢試験も含めてよ横断、えー、ーーは72回あるんですけどパーフェクトの方々はそこまでいきませんから全部合わせて月齢試験も合わせても60回なんで12回分少ないんですね 12回分少ないからそこの部分はちょっと調整できると思うんですけどもただ必ずこの通学の日程通りに横ー,ーの日程通りに合わせる必要はないけども一つの目安としては通学クラスの直前期の授業に合わせて直前講座のウェブ調講なんかができるように基礎期の学習計画ちゃんと立ってた方がいいですでその学習計画の中にはちゃんとあの復習時間も入れてくださいね いい復習時間も入れてくださいで単純な話一日どれぐらい勉強すればいいですかっていうのは聞かれるんですがあの1日どれぐらいいいかっっててうのは人によって違います例えばすでに日照簿記の1級まで勉強されてる方々と日照簿記の3級で終わってる方と日照簿記の2級で終わってる方でやっぱり土台が違いますんでこれ人によって学習時間なんかまちまちです。でまちまちですが最低限度の話で言えば1回授業を受けたら同じ時間は少なくとも復習は必要です。 当たり前ですけど2時間半の授業を受けたら最低どんなに短くったって復習時間は2時間半必要。というのもまず模擬論の問題、えー、復習ですから授業を受けたらそれに関連する問題書を解くっていうのが、まあ、基本的な復習ですよ、ね。問題演習をするっていうのは基本ですけどただいきなり問題集の演習をするんじゃなくてまずは授業中にテキストで使った説明っていうのがありますからそのテキストの説明の見直しをしっかりやってで見直しをしっかりやった上で問題集を通じて問題演習やって。 で間違えてしまったところはまたテキストに戻ってチェックするって話になるんですね。でこの復習習といいうのをししっかり考慮を入れながら学習計画はしてくださいあのもう特に日照簿記の3級2級やったことある人分かると思うんですけども簿記ってある意味習うより慣れろみたいなところも多少ある多少ですよ。何が言いたいかっていうことは授業中に概念こうなんだこうなんだって聞いていただいたってですね実際に手を動かして自分で電卓打って問題解かないと解けるようにならないですよ。 で皆さん方が受ける試験ってのはマークシートじゃありませんから答えの選択肢があってよねその中であ,あこれだって選びゃいいんだったらまだいいですけども大体いいこの数字って売ってりゃいいんですから大体いいじゃダメなんです1円単位まで自分で計算してちゃんとドンピシャ合わせないとダメなのそうでしょ150円が140円って答えになってた正当150円ですでも皆さんが出たのが140円です近似値だから近い値だからじゃあマイナス1点で点数つけてあげよう ないから、ね、なのもうオールはナッシングですから簿記はああ合ってれば2点ねドンピシャあ合ってなければ0点以上おこれは間違いないですしたがってそういうふうに正確に計算を合わせるで単に計算合わせるだけじゃなくて速さが求められるから絶対そうするともう徹底的に問題こなさないとダメですで徹底的に問題こなさないとダメだから復習時間の確保は絶対必要 だその点もご考慮いただいて学習計画を立ってください。でどれぐらい復習するっていうのは人によって違いますけどねいいあのね私が一つの目安で申し上げているのは私どもレックの方からお配りする教材問題集とか月齢試験とか当練ですねこういう類のものは本試験までに最低3回転いい最低3回転は死守です。いいだ少なくとも最低3回とかなきゃダメだってことです。 であの授業を受けてねじゃあそれの領域に属するもの3回問題解いたら終わりかってったらそういう意味じゃないですよ。それは1回目の復習ですでまず授業を受けて1回目復習するでしょ。ただから1ヶ月2ヶ月したらどん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 次の話が入ってくるからやっぱ忘れちゃうじゃない。ただから1ヶ月2ヶ月したら元のところ戻ってもう1回解き直すこれ2回目です。 でそしたらもう少しまた時間経って今度直前期入る前に基礎期にやった話の総まとめみたいにやるでしょこれ3回目ですということはどんなに少なくったって3回は問題解かなきゃいけないちなみにですけど私のクラスここ数年幸いなことに母材オーダーのクラスの方々なんか特にそうですけど母材ダブル合格が非常に多く出てます去年おととしは非常に良かったで多く受かってますけどその方々合格してくださってる方々に共通して言えてるのは僕最低3回転って言ってますけど3回転で終わってる人いないですよ 一番多いい人ってて回転ぐららしてますから全部の教材ね全部の教材8回転ぐらいしてますからあのそれぐらいやっぱりやんなきゃダメでやればやる分だけ対応力も,対応力も高まるしんちゅったってでスピードが伸びないっていご質問いただくんですけどたまにねこんなこと言うと意地悪かもしれないけどスピードが伸びないってい人はね要はやってないんですよ決めつけるつもりはないけど問題演習が足んないのよ。 で人によってね3回やればスピードが向上する人もいれば10回やんなきゃスピード上がらない人もいますよこれ個人差ですから。個人差ですからしょうがないじゃない。それはあるんです。あるんですけどだったら10回やらいだけじゃないですか。ね。10回で上がらないんだったら15回やらいんですよ。そういうこと、うんでそうやって言うとねいやそうじゃなくて問題のスピードを上げるやり方を教えてくれって言われるんですけどそんなのはやり方じゃないの。いや僕はこういうふうにやってます。言ったって。 まあ僕のやり方であって皆さん一人一人問題の対処のしかな違うに決まってるじゃないですか税理士の受験生みんな分かってますよ合格する人はそういうねちょっと言葉きついけどそういうくだらないこと聞かないスピード上げるためにどうするんですかいやそれは問題の解き方概略話します話しますけどそれを自分の中で迅速に実行できるようにするために 速い人遅い人いるに決まってんじゃんだって何だってそうでしょ車の運転だって自動車学校行きましたはい習いましたすぐ上手に乗れる人もいれば全然上手に乗れない人いるじゃないですかね先生がつきっきりで教えたってそうなんですよでそれが簿記になったら全然話が変わるそんなわけないじゃないですか同じですよ人によっちゃ1回2回でパッと早まる人もいるんですでそうじゃなくて10回やんなきゃできない人もいるんですもう個人差なんですそれは で個人差があるのに確的に壊れできます。そんなことはないんですよ。ね、だからそこはやっぱり自分でこなしていかなきゃいけない。そのための復習時間をちゃんと確保しなきゃいけない。駆動だけど大きな流れとしてこういう風に資料をまとめてこういう風に解いてくださいっていやり方話しますよ。それは話します。あとはそれを迅速に自分の中で消化をしすぐにポッと自分の中から取り出せるような状態を作らなきゃいけない。それを作るためには個人差があるでしょって話です。あるよね。 僕なんか自分自分じゃないけど容量悪いですから容量悪いですから例えば人が3回できるんころ5回やらなきゃいけないんですよだったら5回やりゃいいじゃんそんだけの話ですもん僕はそう思ってやってましたねであのなんだかんだ言ったってそうですよえ効率的な計算用紙の作り方だうんちゃらかんちゃらとかっていろんなことをねおっしゃる方もいらっしゃってまあそれが売りなんだからいいと思いますけど僕はそんなの信じてませんだって人によって違うもん人の計算用紙が自分にとってプラスになることかどうかなかんない 自分にとって合ってるものはある。それをだんだんやってる過程でみんな作るんです、受験生ってのは。難関試験を受かる人ってみんなそうですから。みんなそうですよ。で、その過程で僕はこれが良かったっていうことをいろいろこうね、例えば今なんか YouTube なんかで出してくださったりしてるわけで、それは一つ参考になると思う。参考になると思うけど、真似することが全てじゃないですからえ。どういうやり方がいいのかっていうのはやっていかなきゃ分かんないです。でやってないのに、いきなりそんなところに飛びつくから、結局全てがダメになるんです。ね。 ね、そういうことはしちゃいけない。やっぱ上着の勉強をやったって難関試験は受かりません。本物ですから。ああ、だから日々コツコツと勉強していかないとダメです。で、これ厳しいように聞こえるかもしれないけど、もうちょっと皆さんこれは切り替えなきゃダメです。特に日照武器の3級とか2級からね、入ってくださる方々。 まあみんな一生懸命やってくださる方がほとんどだけど中にはほら日照産級とかはさ普段授業受けてる時にはあんまり勉強しなかったけど試験間際の1週間2週間ガーッて集中して勉強やったらそれで受かりましたって人いると思うんですよ。でその一つの成功体験だと思うけど税理士ってそんなんないからね <laughs> 最後の1か月ぐらいまとめてやったって何年ぐやるの足らないですよ。たかだか1か月たかだか1か月頑張って受かるんだったら難関じゃないです。みんなそれやります。 そうじゃなくてみんな9月からガーッとやってって土台をしっかり作っててその人たちが初めて6月7月に追い込みで1ヶ月頑張るってだけですえでそこまでコツコツやってきた人と全然やってなかった人が6月7月の睡眠時間削ってやったからってひっくり返るわけないでしょねそういうもんですからでそこはやっぱりしっかり念頭を入れなきゃいけないだから工藤だけど学習計画立てる時にはちゃんと復習時間も考慮してください ね、でどれぐらいのペースでやっていけばいいのどんなふうに何やったらいいのっていうのは授業始まったら順次やっていきますからねでそういったことは少しご認識いただきながらあー学習のプランニングを立っていただくっていうことは大事ですでねもう時間ですからちょっとぼちぼちまとめなきゃいけないんだけど僕は授業を行うにあたってのコンセプトもうこれは明快です僕がやるのは合格するための授業をします合格するために何が必要かということを徹底的にお話しします で、それを皆さん方にしっかり捉えていただきたい。で、さっきから言ってる通り、税理試験ってのは確か難関です。間違いなく難関です。で、間違いなく難関だけど、勉強のやり方を間違えなければ決して受からないものではない。これは、僕個人の経験上も言えますけど、税理士というのはですね、努力して受かる試験の最高峰です。努力して受かる試験の最高だと僕は思ってる。で、その努力の方向性を間違えると、やっぱり結果出てきません。じゃあ、方向性とは何ぞや。 簿記論にとっての方向性とは僕一言で言うとね日照簿記の32球日照簿記の32球で勉強したことある論点これを税理士レベルまで掘り下げた内容ここがしっかりと点数を取れれば簿記論は受かりますそこに重点を置きます<え>中にはデリバティブ化動向とか今だったら収益認識の話なんかもそうですねで連結会計とか ねえまあ、いわゆるー高度と言われるような学習簿記の範囲のものにこう、ね、集中する人いるんだけど連結がいらないとは言わないしデリバティブがどうでもいいとは言わないただそういうような基本ができればいいで今までの簿記論の試験見ててもね連結会計できなくて落ちた人なんか一人もいないんですよもし僕は連結ができなくて落ちたんだって言って,言ってる人がいるんだったらその人はあまりにも現状分析してませんしてないかそれだけの努力ができてないか土台がないかどっちかです 厳しいようですけど。連結ができなくて落ちた人間なんか一人もいないです。違います。連結で落ちてんじゃないです。有形固定資産だの現金預金だの有価証券だのってこんなのね、まあ、日曜簿記の参議院でもやるでしょ。税理士試験簿記論なんか毎回出るんですよ。で、そういう人たちって連結ができないできないって騒いでる人は何ができないかっていうと、そういう基本のとこはできないんですよ。 有形固定差の売却だ、除却だって2級とかでも出てるでしょあんなのボキロン出るんですよ。あれがボキロンレベルで難しくなるんです。そういうところを落とす人が落ちるんです。で、逆に言うと確実に受かる人たちって狙いどこ知ってますから、そういうとこ落としません。そういう合格のために必要なところをしっかりと集中的に点数を詰めるように勉強していきます。そこに僕は特化する。で、逆に言えば、どんなに、えー、いわゆる新基準の話であったり、新制度の話であったり、 そういういのが出てきててきも当然試験対応とし,て土,台し土台の部分は話します土台の部分話していきますが合格に真に必要なところはそこではないんだよということを明確にしながらあくまで僕は合格していただくための勉強を徹底的に授業でやっていきます。な皆さんにもその前提でやっていただきたい。ね。な中にはねなんか研究者みたいな本買ってきて読んだ方がいいのかって読むんだったら読んでください。全然いいですただ 資格予備校の授業っていうのはあくまでも会計領域を研究してるわけじゃありません。試験に受かるためにやってるんです、ね。僕は皆さん方が研究者になりたいっつったって研究者の指導なんかできないですよ。所詮1回の予備校の講師ですから。まあ、大学院ってやってください。で、そういうことはしません。えー、合格するために必要なノウハウであったり、学習対策を皆さんに徹底的にお話し,します。で、そうすることで早く結果を出していただいて、早く現場に入っていただくのは僕はすべてだと思ってる。そうでしょう ちょっと誤解当だるかもしれないけど当然やってる過程で人間性が伸びたりいろんな知らないものを身につけることができたり有効だったことは自分の経験上もありますありますがただ他人から見た時に資格試験の勉強をやってますよって意味ないんですよ勉強してる時間自体に意味があるんじゃないですか終わった後にその知識を現場で使うことに意味があるんですそうでしょうでそのための勉強なんです だったら試験勉強に時間かけてもしょうがない早く効率的に合格できるように予備校皆さんは使おうと思っていらっしゃるはずだから僕らはそれに応えたいと思うし僕はそれに応えるための授業をやりますで皆さんに合格していただくために真重要性が高いところを徹底的にお話をするとねこの前提で授業は進めていこうと思いますんでまあ1回目あたりはですね、えー、体験入学なんかをね えー、無料聴講なんかをしていただくことも可能でございますから一、まあ、回授業を見ていただいてね、まあ、その上でやるかやないかあご検討いただいて、まあ、ご選択いただければ嬉しいなというふうに思いますはいそうしましたらですねまあぼちぼち1時間というところになりましたんでまあちょっと話があちこち飛んでしまったんであれなんですけど、あのー、当然のことながら今僕が お話しさせていただいたガイナンス講義の中ではあ皆さん方がお知りになりたいなと思ってた点が全てカバーできてるとは思いませんので当然疑問点等もあるでしょうから、まあ、そういったところはね専門のスタッフもいますんでお気軽にご相談いただいて、まあ、ある程度こう納得していただいた上でね、えー、講義のお申し込み等をいただければと思います、ねえー、そこはやっぱりね後で変な後悔されてもねやっぱりお互いいいことはないと思うし したがって、まあ、皆さん方、ぜひね、疑問点は極力解消していただきながら、ああ、授業等にね、ご参加いただけるとありがたいなと思いますんで、まあ、ぜひその前提で前向きにご検討いただければと思います、はい。以上で、今日のガイダンス講義は終了となります。皆さん、長い時間でしたけど、お付き合いいただきまして、ありがとうございましたあ。講義等でね、お会いできる日を楽しみにしておりますんで、ぜひ前向きにご検討ください。ありがとうございました。